さんこんにちは。今日はこちら、この本のミニミニセミナーを提供していきたいですということで、私があんまりあれこれ話すんではなくって、しっかりと先生の話を聞いてみましょう。これからですね、五感の魔法ということで松谷秀子先生にセミナーをしていただきます。ではよろしくお願いいたします。どうぞ。よろしくお願いします。この本の実は P121 ページに、人生に大きく関わる価値観トップ10というのが載っています。皆さんもご存知の通り、私たちは起きているときは意識をして、あ、こうやりたい、ああやりたいと思って行動してますけど、実は無意識に潜在意識が行動を鳴らしているっていうことが心理学では分かった。で、その行動を動かしている、まあ、大元、コンピューターで言うんだったらハードディスクみたいなところが、実は価値観。ね、で、価値観は、おおよそ6歳ぐらいまでに、自分ではなく、周りの環境とか、近くにいる人の言動とか、まあ、いろんな環境に基づいて構築されてしまうんですけど、それを、もうバージョンアップしないで、そのまま大人になってきてる人がいるんですね。そうすると、非常に生きづらくなって、プラス自分の、行きたい方向に行けないっていう、厄介なことが起こってしまうので、人生に大きく関わる10個のキーワードを今から言いますので、簡単に自分の頭の中で、その言葉を聞いたらこれっていうのがあったら書き出してもらったら嬉しいです。では行きます。一つ目、人生とは。沖本さんは人生とはと言われたら、一言でどうでしょうか。楽しむだけ。楽しむだけ。あ、いいですね。いいです。はい。じゃあ、沖本さんを例にして。はい。二番目、自分とはどうでしょう。一番自分を大切にしている、自己中な人。はい。説明してる自己中。はい。では、3番目、家族とは？自分の体の一部。4番目、男性とは？よくわからない生き物。よくわからない生き物。5番目、女性とは？同じくよくわからない気分。はい。6番、結婚とは？不幸が始まりそうな気がする。ああ、不幸が始まりそうな気がする。はい。7番目、仕事とは？趣味の一つ。趣味の一つ。1番目、お金とは？お金とは？あった方がいいもの。あった方がいいもの。9番、不幸、もしくはトラブルとは？あ、捉え方。捉え方。最後、死。死ぬっていう死とは？私にとっては死にたくないので、その言葉を世の中から抹殺したい言葉です。はい、ありがとうございます。今、言っていただいたのが、今現在の沖本瑠璃子が主人公である映画の、まあ、その根底に流れているところで、それで、もう全然多分、もう沖本さんはもうすぐに言えたので、やっぱりいろいろ考え、いつも考えてる方なんですけど、基本的にこれ半分ぐらいパッと言えない人が多いんですよ。もう。で、これで、強みと弱みが結構分かって、例えば、本当に仕事とはって言ったときは、こう、趣味ね、とはとか、こう、自分が思い通りになるとか、あと自分とはって言ったら、もう自分ね、すごく大事にしているって言われてたじゃないですか。でも、ここを自分とはって言っても、透明人間だったり、もう、自分とはダメっていう人とかもいますし、お金とは、
とかって言っても、仕事とはって言っても、もう自分は最悪とかって言う人もいるんですね。でもそういう脚本の中に生きているとかなって、お木本さんの多分、ぼやーっとしているキリみたいなのが、女性とは、男性とはがよくわからないものだったので、意外に多分、人間関係が、なんでしょう。そんなに得意じゃないというか、ちょっと煩わしいなと思ったりとか、なんか、あるかもしれないっていう。ただ、そこは、自分がいいように書き換えていったらいいので、本当に、これってすごく、その人の今の人生を表しているものなので、結婚とはとかも、自分に関係ないものとか、本当に、女性が虐げられるとか、あと、ご両親がすごい苦労していると、いや、結婚なんて絶対したくないですとかっていう方もいらっしゃるので、ですから、まあ自分が心地いいその辞書に、これ勝手に書き換えるっていうのが大事で、そう思ってなくても、私の人生にとって、こういう辞書だったら、脚本だったらいいかなっていうのに書き換えてもらうっていうことをやっていくというセミナーでした。はい、ありがとうございはい。そうなんです。いや、でもなんかその、私にとってはすごい楽しいなと思ったんですけど。これ、すごくいいと思います。だから、全く書けない人はそこが、車のナビだったらナビゲーションできてないので、絶対にうまくいかないんでしょ。仕事とはっていう時も何も言えないとなんとなく言われただけのことになるって虚しいってなってしまって、もっとこう、自分が楽しむように書き換えていく。で、書き換えたら、その書いたこと、思考したことも行動の一つになって、必ず変化しますから、どんどん変化をさせて、バージョンアップさせてください。そういうワードでした。はい。ありがとうございました。はい。ということで今日はミニセミナーをね、ちょっとだけお願いしました。これもじっくりと、まあ、一人でもこちらでね、参考にしつつ、こう、学べるっていう形でもあるので、ぜひこちらも参考に一人でセミナーしてみてくださいっていうことですよね。はい、ありがとうございます。まあ、今日はこの五感の魔法ということを、まあ、元にミニミニセミナーを開催して、いろいろと学べを、ね、自分の中で学べたという形でした。ということで、マスタニヒテコ先生のお話でした。はい、また明日もお楽しみに。ということで今日もありがとうございました。では、今日の学びです。なぜか最後まで話を聞いてもらえないっていう場合、一文で言いたいことは一つに絞ってみましょう。内容を一つ一つ小分けにするということです。以上、一生使える1分で伝わる技術の本からでした。僕は僕の好きな花を咲かせるために行こう。ララララリラ、ララララリラ、ララララタラッタッタッタ。咲いても朝顔、遅れたって朝顔、やっと見つけた笑顔。